しそう。めっちゃ食べとるやん。普通に食べとるやん。ありがとう。ありがとう。15年経ちました。ありがとう。ご紹介しましょう。リーダーの皆さんです。リーダーです。パチ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 、もっともっとちょうだいよ、もっとちょうだいよ、一つになるよ、いくよ。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ということでございまして、はいはいはい、まずはお一人ずつご挨拶をお願いいたします。はい、身長172センチ、54キロ古谷啓太です。よろしくお願いいたします。しんちゃんです。いや、声がいい。ごめんなさい。あ、はい、しんちゃんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。どうも、鍵本だけ、あ、すいません、鍵本だけです。よろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。お願いします。さあ、それでは、はい、椅子というものがございますので。あ、これ椅子だったんですね。そうなんです、気づかなかったですね。これ、よくできた椅子だ。ですので、はい、座っていただいて始めていこうかなと思うわけでございますが、私本日進行を務めさせていただきます星野拓也と申します。よろしくお願いします。星拓、ありがとうございます。訳していただきまして、よろしくお願いします。いや、星拓さん、はい、この間お会いした時から、はい、もう1年ぐらい経ちますけど、はい、そうですね、相当痩せましたね。ありがとうございます。ただ、はい、皆さんの15周年のお祝いのトークショーで私の話題を出さないでください。まあ、時間がもったいない。まあまあまあ、いやいやいや、星野の話してんじゃねえよみたいになっちゃいますけど、いや、今は星野さんでいこうかな。いやいや、全然大丈夫、延長するわ、やめなさい。聞いた話によると、はい、僕たちの15周年に合わせて15キロ痩せたとか。その通りでございます。いや、拍手しとけばいいんじゃないすごいいいこと言ってくれた。いや、でも本当に15ね、キロ痩せたという、はい、本当は20キロ痩せたみたいなそうなんですけどもね、はい、いいですか、また進行させてもらっていいですか。はいはいはい、はいはい、ということでございまして、まずやはりね、うん、皆さんでコメントをパチパチパチやっていただきたいと思いますけども、ね、リードさんはですね、はい、本日15周年を迎えました。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ごけさまで15歳になりました。だからね、ニコ生ですから、はい、会場のお客さんもいらっしゃいますけれども、はい、生のおめでとう、うん、コメントをですね、うん、ぶつけることができるわけですよ。そうですね、醍醐味ですからね。皆さんぶつけてください。どうぞ、いいでしょう、会場の人も言って言って言って、おめでとう、ありがとう、おめでとう、ありが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 とう、浴びろ浴びろ。あれ、ライブじゃそんなんじゃないやろ。ほらほら、すごい、ありがとうございます。わ、すごいすごいすごい、ありがとうございます。ありがたい、ありがとう、コメント大好き、ありがとうございます。コメント大好き、コメント大好き、コメント、ありがとう。いやいや、本当にもう感謝です。幸せ幸せ幸せです。本当に皆さんにとって今日は本当にハッピーな一日ではないかなと思うわけでございます。そして、ここはですね、今日15周年記念イベントの会場からね、はい、生放送ということでございます。はい、ちなみに昼夜とあって昼の部はもう終わっておりますけれども、そうですね、はい、いかがでしたか。楽しかったですよ。楽しかったですよ、はい、もう何があったかちょっと言えないんですけど、はいはい、気になる、はい、そうですね、ちょっと、はい、まあでもここにしかできないことがあると思うんで、うん、はい、今日も、はい、夜の部分この時間も、ね、レアなことポロリなんかもあるのかな、あるかもしれないですよ。 何のかわかんないですけど、何かしらのポロリはあるかもしれない。ジャジャバルピッコロのポロリかもしれない。確かにケンタさんの発音ポロリでしたもんねじゃあそっちだ、そっちです、ポロリだ、もしポロリが、はい、いるわけない。後ほど、はい、それもね、楽しみにしていただければと思います。さあ、そんなリーダーの皆さんでございますけども、お昨日一昨日と、はい、デビュー15周年のアニバーサリーのライブ、
お疲れ様でございました。ありがとうございます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 。ね、画面の前の皆さんもね、ここにいる皆さんも、はい、きっと参加してくれたであろうと。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。行かれた方、はい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 。おお、ありがとうございます。連日全員やな。ね、すごい、みんな世界中の皆様、感想がすごい来てます。楽しかったよ。ありがとうございます。超楽しかったよ。あ、嬉しいですね。楽しかったってすごいコメントがね。嬉しいですね。嬉しい、非常に多いですけれども。最高だったよ。感動したよ。ありがとう。楽しすぎた。最高でした。そりゃそうやろ。幸せでした。うん、いやこちらこそノンストップ。そう、ノンストップだったんですよ今回。全部、はい、30曲以上ね。そうなんですよ。そうなんです。どうでした、終えられて。じゃあちょっと感想一人ずつ、はい、そうですね、講師がいて率直な感想としてはね、終えてみてね、もう終えたらもう腰が痛い。まあでも、本当にたくさんの方に集まってもらったり、うん、でまあそこのね会場にいらっしゃらなかった人もいると思うんですけども、うん、本当になんかこう改めてねライブをすることによって、自分たちがこう15年やってきたんだなっていう思いがすごい生まれましたね。うん、はい、はい、はい、ございます。さあ新谷さんは。はい、そのセットリストがですね、リリース順なんですよ。シングルのリリース順にやったんですけど、改めてそうやってこう曲が並んで、で見に来てくれるこうファンのみんながいてっていうことが本当にこう感慨深かったですね。まあ一曲一曲いろんな思い出が蘇ってきて、こうグッとくるものがありました。迎えたなと、うん、はい、嬉しかったです。はい、曲を聴くとね、もうその時の思い出とかもね、うん、リーダーの皆さんも蘇ってくるし、皆さんも蘇ってくるしという、はい、うん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ケイトさんはいかがでしたか。いや、本当にシングルしかやらないライブっていうのは初めてかな、うん、初めてだね。初めてだな、うん、まあ、手のひらを太陽にっていうね歌もカバーしたんですけど、うん、それもちょっと結構いろんなやり方を工夫したというか、うん、何が一番面白くなるかっていうので、手のひらを普通に踊っても多分なんか妙な感じになりそうやなとか思って、うん、ちょっとこう音楽の授業みたいな感じで、ちょっとピアノの先生みたいなね、なんか面白かったね。なんか後半はしょったんですか。別に面白い話してるわけじゃないから笑いとか必要ないし、なんで不安になっちゃったんですか今。めっちゃはしょっちゃった。いや、ちゃんと言ってくださいよ。言葉がもう全然見つからなかった。まあ、まあ、あれは面白かった、うん、まあ、でも本当にシングルのリリース順だったからね、その流れを考えるのがね、もう少し大変だったよね、うん、やっぱその記憶もね蘇って、うん、本当に、うん、楽しかったなね。もう本当にだからね、メンバーさんもファンの皆さんも同じ思いじゃないですか、ね、うん、はい、楽しかった楽しかったっつって、はい、手のひらはあれで正解、面白かったよって、あ、よかった、正解でした、来ておりますけれども、昨日で疲れちゃったかなって来てますけど、疲れてないですよね。なんことはないでしょ。腰なんて痛くねえっすよ、言ってたら、真っ先に言ってたよ。全然腰なんて痛くねえ、全然肩とかないですよ。でもあんだけ一曲一曲でさえすごくハードなのに、それをノンストップで30曲以上やって、そしてあんなにフータンスが揃うっていうね、皆さんの。まあ、でも本当にやれてよかったなって思いましたね、うん、15年間活動してきて、うん、まあ、そういうちょっとチャレンジじゃないですけど、改めてそうやってノンストップでやることによって、うん、ああ俺たちこうやってノンストップでライブをやり遂げたんだなっていう、なんかこう自信というか、うんうん、だし、その自信もそうですし、なんかこう自分たちのそのこれからもっと止まんねえぞとか、もっともっとやっていくぞっていう姿勢もそういうので、なんかパフォーマンスを通してなんか伝えれたらなっていう思いでステージにも立ってたので、うん、まあ、本当にやりきれてよかったなっていう思いでいっぱいですね、うんうん、完全にもうなんか皆さんその思い受け取ってね、はい、決意表明のようなライブだったんではないかなと、うん、思うわけでございますけれども、はい、そんな中お膝が可愛いってコメント来てますよ。そうなんですよ、あっ、お膝可愛いって来てます。ちょっとポロリしちゃってますから、これがポロリ、ワンポロリ来てますね。ワンポロリ、ツーポロリかな、ツーポロリ入ってますね、ツーポロリもすでに、うん、あの場所に一緒にいられて幸せですと。はい、よかった、来ております。ありがとうございます。さあ今日はですね、はい、そんなリードの皆さんと一緒に、はい、もう語ってもね、語り尽くすことできないのは大前提になってしまいますが、はい、これまでのお話、そしてですね、うんうん、未来のお話までいろいろと伺っていければと、うん、はい、60分大勝負となっておりますのでね、はい、だからね、昨日一昨日は曲を通してこれまでを振り返ったり、その未来の決意表明だったりしましたけれども、はいはい、今日は
まあ、トークでね、うん、いろいろこれまでを振り返ったり、はい、今後の決意表明をしていただければと思いますので、はい、何卒よろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。はい、ありがとうございます。さあ、そしてね、コメントもたくさん来てますけど、実はメールもね、ほら募集しておりまして、やだ、たくさんねあったりするわけですけど、あらやだ、はい、あらやだ、やだ、はい、でちょっとここで少しご紹介しようかなと思いますけれども、うん、はいはい、まだね皆さんニコ生の皆さん、あの送れますから番組ページから送っていただければと思いますので、ね、うん、よろしくお願いします。こちら東京都のリサさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。リードの皆さん、15歳のお誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。29日30日のライブ、最高の時間でした。いろんな感情になりました。ノンストップ本当お疲れ様でした。ありがとうございます。まだまだこれからも全力で応援します。大好きです。ありがとうございます。気持ちが入ってましたね。いやもうね、はい、メールに気持ちがこもってるんですよ。嬉しいですね。神奈川県のみおさんから、はい、さん祝15周年おめでとうございます。ありがとうございます。リードのおかげで素敵なリーダーズにたくさん巡り会えました。本当にありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。土下座のね、この顔文字が挟まれて、はい、まあ、このようにも本当熱いメールたくさん来てますので、いやそうですね、後でゆっくり読みたいなって思いますね。そうですね、ぜひ番組で紹介もして、ね、できなかったものは、はいはい、読んでいただければと思いますが、はい、で今日はですね、このイベント終了後にはですね、まあ、お客さんにもお帰りいただくことになってしまうんですけども、うん、その静まり返った会場からお届けするプレミアム会員限定のおまけコーナーもご用意しておりますので、はい、もしよろしければ、うん、番組終了までにプレミアム会員に登録していただきまして、そちらも楽しんでもらえると嬉しいかなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、さあそれではアイドリングトークはここまでということで、はい、ここからはタイトルコールをしてですね、皆さんで盛り上がって番組始めていこうと思いますので、はい、私がリードフィフティーンスアニバーサリースペシャルトークショーと言いますので、はい、スタートっていうのを、はい、スタートリードの皆さんとリーダーズの皆さんが一緒にスタートはいって言ってもらう。そうですね、はい、わかりました。コメントもね、スタートってなったらいいので、ぜひ。そうですね、いいね、はい、でちょっとラグがあるかもしれない。早い早い早い、まだスタートしないから、まだ早い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 よ、ちょっと、まあ、合わせながらやっていただければと思います、はい、それでは参ります、はい、リード 15th anniversary スペシャルトークショースタート。おお、来た、スタートいっぱい。イエイイエイ。はい、パチ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 。あ、すごい、皆さん一つになってる、ありがとうございます。ありがとうございます。いいね、うわすごい。ええ、サトサトサトるもん。めちゃくちゃコメント多いですよ。すごいですね、これ。嬉しいですね。ちょっと見えないですね。ちょっとなんか目がバグってトースターに見えてくるんですよ。トースター。確かにスタートがね、はい、重なっちゃってね。ありますけれども、はい、もう止まりませんけれども、はい、もうスタートしてからね、20秒くらい経ってますけど、まだスタートがね、うん、ああ、いいですね。よ、はい、さあ、じゃあ最初、本当にトースターって書いてる人もいますけど、ね、やめとけ。はい。最初のコーナーはこちら、はいはい、リードーク。リードーク、リードーク、すげえクエスチョン、めっちゃクエスチョンじゃん。皆さんも急に来た感じでしたね、見えましたね今、はい、リードーク、しますか、お願いします、説明します。何をやるかと言いますと、はい、リードさんの15年間をメンバー全員と一緒に振り返りながら、思い出話に花を咲かそうじゃないかという企画でございます。メンバー自身も忘れてることもいろいろとあるかと思いますので、思い出していただきまして、今だからこそ話せる裏話なんかも交えつつ、リードさんの新たな一面、その魅力に迫っていければと思っております、うん、はい、ただもう思い出むちゃくちゃありすぎると思うんです、はい、だどれを話していいか迷うと思いまして、はい、こちらでですね、リードさんの関係者のご提供によります、はい、話題のトピックスとなるような秘蔵写真を、各年代ごとに入手しておりますので、なんだと、そちらが今からモニターの方に出ていきますので、はい、それを見ながら、はい、お話ししていただければと思うんですけど、はい、ただこのお写真が現時点で41枚ございます。おお、もともと100数十枚あったものを厳選して41枚ぐらいになったんで、だこれ全部についてお話をしっかりできないんですよ、はい、うん、そうですね、だから店舗でこう出ていきます、お写真、はい、はいはいはい、ですのでお三方、ちょっとここを話させてくれっていうのがあったら、はい、ストップ、
ことはいはいとか言ってくれたら止まりますので、っていう話をしていただくというシステムでやらせていただこうと思いますけど、了解です。はい、大丈夫でございますね。大丈夫です。はい、あと、まあ、ピーターズの皆さんも、もし勇気があったら、私この写真についてすげー聞きたいって言ったら、スタッフスタッフスタッフちょっと待って、それ相当な勇者だね。勇者よね。欲しいですね。まあ、あれ期待ですよ。ありということで、させていただこうと思います。はい、それでは、いきましょう。1枚目、お願いします。あなたに。はい。おお、懐かしいな。ストップ言わないとどんどん次いっちゃいますよ。これあれですね、ストップ言わないとどんどんいっちゃいますよ。あ、ストップストップルール、ストップ、皆さんルール確認してください。はい、ストップ。はい、どうぞ。これあれですね、僕たちが大きな会場に初めてだった、リードとして初めてだったウィンズさんのファーストライブの、はい、オープニングアクトの前とかだと思いますね。はい、衣装的に。ねえ、はい、ケータゴマみたいやな。ゴマよりちっちゃい。ゴマ男。例えが。あっくんもなんか顔ボコボコやな、ね、この時むくみやすかったよね。そう、なんか若い頃むくみやすかったよ ね、すぐ顔腫れてた。この時すごかったな、みんな。うん、あっくんもう別人やもんな。ねえ、あっくんが一番変わったかもね、顔ね。かな、なんかそんな気がするけど、うん、500万ぐらいかけたからな。かけてない、かけてない。オッケー。この時にリードスになったよって方もね。はい、おーオープニングアクト。もう長いですね、じゃあ。はい。ありがとうございます。デビュー当時のお写真で。デビュー当時、デビュー前ですね。あ、デビュー前ということですね。はい。はい、じゃあ続いていいですか。行きましょう。はい。続いてどうぞ。はい、あ、一人のね、ヒロさん、ヒーさん、ヒロさんね、ヒーさん、そう、いいですね、そう、はい、ヒーさん、汗っかきだから、汗っかきなんで、もう、そう、もう伝説ありますからね。あ、ストップ、そう、ストップ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 、はい、彼の汗はね、ほんと止まることなく、もうリハーサルでも一番かいてましたね、汗っかきで。そう、で、その、大阪のスタジオで、うん、レッスンとかリハーサルしてるところの、その、なんすかね、スクールの方が一回怒って、うん、お前汗かきすぎだぞ止めろと、汗を止めろ、汗を止める努力をしろと、うん、いうようなことを言われてたのを思い出しましたね。で、汗を止める努力はしたんすかね、ヒロさんはね。彼なりにしたんだね。はい、してたんですね。でも無理やろみたいな顔はしてね。はいみたいな。勝利夫人でしたからね、俺は。ねすごいな、ね、あったね、はい、ありましたね。昨日ね、ライブにね、はい、そうですね、そうなんですよ。嬉しかった、嬉しかったっす。はい、はい、さあ、まだ2枚でございますから、ね。はい、続いてお願いします。これは大丈夫ですかね、次の写真行きましょうかね。さあ、行っちゃいますよ、行っちゃいますよ、いいかい、うん、いいの、いいの、いいよ、いいよ、いいっておかしい、いいメンバーが言うんだら分かるけど、いい、ね、これも大丈夫ですかね、ま、これは、あ、まあ、はい、これも、はい、大丈夫ですね、うん、まあ、ビフォーアフターみたいな感じなんで、今、はい、なんでいいんだろう。大丈夫、大丈夫、はい、じゃあ次、はい、あ、これはちょっとまた広くね、また広く、はい、ストップですね。あ、まあ、逆のね、逆サイドの顔ね、はい、直後やろ、さっき前でよかったんじゃないの、これ、これ初めて喋るんですけど、はい、あ、初めて、はい、まあ、ひろきめっちゃ汗かきなんですよ。え、あ、いや、そうなんですか、初めてなんですか。で、当時白天やってる時に、そのスクールの偉い人から、うんうんうん、なんかお前汗かきすぎだから、うん、お前汗止めろよと、え、そんな理不尽な、そう、そんな理不尽なことを言われて、うん、彼なりに頑張って汗を止めてた瞬間で、再放送かな、これは再放送なのかな、ね、全く同じエピソードを違う人喋ってた。あ、本当ですか、言ってました、はい、うん、あ、40枚以上あるから、うん、昔よく怒られてましたね、汗かきすぎてっつって、再放送いやいやいや、ダメダメ、40枚以上あるから、はい、もう次じゃあ、はい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 、あ、これはね、ナイトデラックスか、ストップ、あ、ストップ、そうそうそうです、そう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 、そう、ルール分かっていただいた、これはあれですね、ゲットワイルド、ゲットワイルドライフの、ライフの衣装です ね、 そうね、ジャケットの、ちょうどこの頃にね、はい、です、
エイトマイルが流行ったよね。はいはいはい、あそう、お台場あたりですね。お台場のあのお台場、そう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 、高速がぐるっと回ってるところの下ですね。うん、じゃあここ通るとまたね思い出したりもしますね。結構思い出しますね、はい、うん、そういうロケ地は思い出しますね。あ、そうなんですね、はい、やっぱりでもまだ顔腫れてるね。まだね、長いね。そこそんな重要じゃない。顔腫れる時期長いですね。じゃあ腫れなくなった時は教えてくださいね。わかりました、はい、順番に出てきますからね。腫れない、はい、じゃあ次お願いします。あ、ちょっと腫れがなくなって、はいはい、いやでも、まあ、いやでもちょっとむくんでるかな。まだ腫れてるな。まだね、朝早いっていうのもある。あ、これ朝早かったんですね。これそうですね、ミュージックビデオ撮影で。そうですね、これはさっきのゲットワイルドライフの、はいはい、ミュージックビデオ撮影で、うん、これ場所はどこですか。これどこだったっけな、さっき覚えてるって話したのにね。これはどこだっけ。これは多分あの関東近郊ですでしょうね。なんか、そうざっくり言うとね、ざっくり言うと近くにローズっていう定食屋さんがありました。あった、渋い。あったあった、なんでそれ覚えてるんですか。あったあった、定食屋っぽくないな。あったあったあった、ほんとそれを思い出したかった今俺。そうそう、あったローズっていう。まだあるのかな、ローズ。どうなんすかね。いや、ボロッボロやったんで、かなり年季入ってましたけど。もしかしたらね、あるかもしれない。じゃあファンの皆さん、聖地巡礼みたいな感じでね、ローズぜひ。ローズね、定食を食べに。はい、じゃあ次お願いします。はい、続くね。結構ゲットワイルドライフが続く。しーちゃんの髪の毛どうした。どうしちゃったんでしょうね。どうしたんだこれ。どうした、どうしちゃったんでしょうねこれ。ちょっと皆さんも何度も言いますけど、うん、はい、忘れてないですか。え、はいはい、あ、ストップだ。そう、ストップルールだ。いや、もうストップいらなくないですか。ストップいらない気がします。もう流れてる間に、うん、ある間に喋る、うん、それだ、うん、そうしましょう。そうしましょう。変えちゃった。そうだよね、それがいい、それがいい、はい、で次の時だけも次っていう感じで。そうしましょう。ちょっとストップ言うと、はい、あのこうプレッシャーかかっちゃうんで、そうそうそう、ストップしてその話かみたいな。そうそうそう、確かに。そう、あのどうしても言いたいとかじゃないよね。そう、ストップイコールポロッと言った方がいいですもんね。そうそうそう、そうしましょう。カジュアルに、はい。でちょっと髪型ね、はい、ね、ちょっとねチリチリ攻めてますね。いやー、このしんちゃん俺好きよこれ。おお、めっちゃ似合ってる。今この髪型したらみんなどう思います。面白いね。面白い、面白い、面白い担当だからね。面白い担当いつだった。そうだ、あんま面白くない。憧れてね、俺もツイストかけたんやけど、社長にやめろって言って。やめろ。すぐやめたね。かっこいいよ。そうそう、よく変わってましたねこの時は。そうだね、髪型を。ファンのニコニコご覧の皆さんはこの髪型を今しない方がいいよっていう。しない方がいいよ。はっきり物を言うんですね。あ、いいですね、ありがたいですね。文字の力はすごい。そうですね、はい、結構ねグッときますからね。はい、じゃあ次お願いします。はい、おおおお、これそうですね、うん、2,30 万かけ始めた時ですか。どこから攻めた。 2,30 ぐらい信じる人もいるからやめてよ。あの軟骨あたりをこうちょっとやめ、リアルに言うのやめてよ。いやー、まあ僕ですね、なんかやたらと束感出すのにハマってましたよね、髪の毛の時。そうな、ワックスをつけたんですかね。そうですね、はい。じゃあ次の写真いきましょうかね。はい、はい、優しそう。優しい。キラキラしてる目が。優しいわ。優しいこの顔。優しい。こんな顔できるんや。髪もね。いや、ピエトさんも優しい顔してますよ。優しいですか。ちょっと優しい顔見せてくださいよ。できるできる。やってみて。ああ、優しい。はい、優しい。優しいね。ありがとうございます。幸福感に溢れた。優しいわ。優しいわ。マックスもね、なるべくつけない、ナチュラルにこう。あ、ナチュラル。なるほど。はい、けど細さもいいですね。イケメンですね。じゃあ続いての写真いきましょうか。はい、変わらなかったな。お、おしんちゃん。かっこいい。これはどういう髪型なの。これはあの多分ツイストを当ててそのまんまですね。こう襟足を見る限りはもう。あ、これ髪型じゃなかったのか。いや、わかるでしょ。あそこ。どんなヘルメットみたいな髪型なんだ。どんな髪型。ノリやん。いやいや、はい、いいな。特に名もないですね。まあ、でもかっこいいな。イケメンだね。ちょっとすごい T シャツ着てらっしゃいますね。いや、イケメンやな。ランディ MC ですね、T シャツのお柄は。まあ、いい。モテるね。ボソッと。寝てそうやね。はい、じゃあ次行きましょう。はい、お願いします。あ、アップが多いですね、うん、これはいいかな。いや、コメントないですか。大丈夫大丈夫大丈夫、うん、大丈夫。はい、じゃあ次、うん、あ、お、お、あ、完成が上がりましたよ。あれ、これは2007年のライブ、
2006。おお、惜しい。惜しい。2006。だってリーダーズさんの方が正解なんですね。2006。はい。2006年か。のツアーの時の本番前ですかね。気合い入れの模様ですかね。ああ。ヒロキのね、あのネイルしてんだね。爪がね。本当だ。あったな、そんな時。うん。LED ってこうやってたよね。ボンジでね。そうでしたね。ボンジなんですね、あれね。うん。この始まる前、この当時ぐらいはどういうことをこうエンジン組んでやられたんですか、こう気合いでは。ずっと変わらないね。あ、今も変わらない、そうですね。スタイルもずっと一緒ですね。このあと何食べるっていうことを考えながらずっと。え？は？は？は？え？いやいや、それはもちろん、まあ、ライブね、やり遂げようっていう思いですよ。すっごい目がもうキリッとしてますもんね、皆さん ね、うん、気合い入っております、素敵な表情です。はい、じゃあ次お願いします。おお、ちょっとオフショットっぽい感じになってきましたね。なんだろうこれは。これ富士急に行った時じゃなかったっけね。富士急、富士急、懐かしい。そうやね、富士急に何をされに行った時ですか。取材かな。取材やっけ。でも仕事だった気がする。え、でもこれは衣装じゃねえな、何だな、私服やね。プライベートですか、じゃあこれ、はい、ですね、プライベートで、プライベートですね。へえ、ねえ、難しいな。しんちゃんティラノサウルスやってるね。確かにね、この時からやってたよね。ずっと好きやったからね。ね、そうか。リードと一緒だから。多分お化け屋敷だからコンセプトお化けでやってるのに、はい、ティラノサウルス、ティラノサウルスなっちゃったって。はい。まあ、若い頃の発想はちょっとよくわからんっすね。ちょっとじわりますね。シュールだな。オフっぽくて、でも、まあ、結構遊園地とかも行ったりしてましたね、みんなで。あ、みんなで行って、まあ、仕事でも行ったりとか、ロケで行ったりとかもしてましたし、よくプライベートでも行ったりしてましたね。懐かしい。懐かしい。はい。さあ、次。さあ、続いていきましょうか。はい、お願いします。まだまだありますからね。白い。白いですね。これ、なんだこれは、どこだっけな。どこだったかのね、グッズとパンフレットなんですよ、ツアーの。正解。正解。2007年。そう。はい。すごいな。すごい、なんかキリッてしてるね。おー。うん。モテようとしているね、なんか。頑張るんですけどね。誰が一番モテようとしてるんですか、これ。いやでもこれ左、あっくんとかもうホストでしょ、これ完全に。あ、みんな眉毛が細いっすね。細いね、本当だ。シャキッてしてますもんね。あっくんマジホストやろこれ。何回言う、すごいね。かっこいいな。かっこいいよ。いや、かっこいいと思うよ、本当。決まってるよね。眉毛細いのが流行ってたね。まあそうですね、時代が出ますね、やっぱ。はい、ありますね。はい。しんちゃんどんぐりみたいな。どんぐり。どんぐりに憧れてましたからね。ああ、憧れてた。そうなんです。ちょうど。よかったですね。よかった。そう言われてね。伝わってましたね。嬉しいな。10年越しに。もう憧れてないですね。もうちょっと過ぎましたね。なるほど。でもいつかまた一周するかもしれないですけど。今松ぼっくりに憧れてる。松ぼっくりなんですよ。時期がやってくるかもしれないですね。伝わってるかな。はい。わかりました。はい、次のお写真お願いします。まだどんぐりやな。どんぐりブーム抜けないね。これはいつぐらいの何の時の。これシングルで言うとサニーデーぐらい。海ぐらい。海か。はあ。ええ。爽やかでね。そうですね。そうでね。海に行きましたね。これ海ですか、場所は。これ海です。後ろが。あ、後ろ海なんですね、これ。どこの海でした、これ。どこだ、川かな。川っぽいけど、ね、いや、ちょっと全然違う。違う違う、大元違ってきちゃうじゃん。海で、うん、後ろちょっとなんかこう岩、なんか岩場があってあって、あー、じゃビーチじゃなくて、はい、ってことですね。そうですね、うん、なるほどね。ありましたね。湘南説が出てますけど、湘南かな。確かに湘南かもしれないです。うん、まあ、この時ぐらいからうちの社長がですね、はい、夏だ、海だ、リードだみたいなこのことを、うん、言い出したんですね。で、そうです、僕たちは夏だ、海だ、リードだ、行きましょう、夏は。で、
の感じこうなりましたその社長の一言から始まったというね、はいはい、まあでも夏がデビューなっていうのもあるんですけど ね、うんうん、ね夏のイメージは割とその頃があったよ ね自分たちそうそう好きだし、ね、夏になったらツアーもあるしねそう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 ですねはい、はい、続いてお願いしますはいあライブのあこれが2008年のツアー、うん、はいこれ台湾って書いてますよフィールザバイブスだから台湾だね台湾また台湾来てねって書いてる書いてますよね台湾かこれ台湾やね香港香港って書いてますよそうですね多分台湾かな、うん、台湾で初めてやった時かな、うん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 、行ったね初めてのじゃあ海外でのライブ2回目、うん、2回目が、うんうん、セカンドアルバムブランニューエラー出した時に、うんうんうん、でそっからのこれこちらですへえであその前にあれも言ってないでしたっけ新しい季節で、うん、えディードヒートビートディードヒートビート解説者ここに来てもらっていいですか、うん、そうですね全然わかってないでも3枚目これ4枚目のアルバムの、うん、あ、違うこれ3枚目、うん、4枚目まどろっこしい今は生きてるんだね、うん、そうそうそうバンバンでね、うん、それすげえ覚えてるでも行きたいですね海外ねまたね海外のエピソードとか絶対終わりそうじゃないですかいやー楽しかったですよやっぱ、うん、まあリードとしてねそのライブで行ったことあるのはまだ台湾だけですけども、うん、まあその台湾は本当になんていうんですかねエネルギーというか情熱的というか、うん、本当になんかこうなんていうか感情がこう直で来る、うん、場所ですね、うん、あの皆さんも本当にいい表情をね、うん、されてますね行きたいね、はい、うん、じゃあ続いてお願いします、はい、ダーさんまたこれソロのねソロのアップがになってますね、うん、かわいい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 、うん、かわいいですね、うん、いつになってもキューティクルなんですよねヒロキは髪の話ばっかりだないやいやあの全体的にこう透明感があるというか、うんうんうんね、変わんないなっていうか、うんうんうん、本当昨日会った時もうん、ほんと透明感に溢れててそうだったねずっと透明感に溢れてて綺麗なんですよすごい、まあ、昨日どんなお話されたんですかいろんな話しましたね、うん、結構じゃあ長い時間はい、うん、まあ、昨日の夜公演来てくれてたんですけど、はい、夜公演終わった後2時間ぐらい多分会場でずっと話してました、ね、そんなに、うんうん、で終わった後ちょっと目腫れてたんでそしたらちょっと泣いたらしくて、うんはいなんで笑ったんですか今いやなんでいい話なの、うん、なんで笑っちゃったの今いやヒーさんがなくて面白いですよねいろんな話もされたという終わってなかったです終わってなかったじゃあ続いて、はい、続いてお願いします、はい、次あちょっと怒ってるキッてしてるねキッとしてる、うんまあ、思春期だからまだなまあもう大丈夫ですよはいじゃあ次多分次も大丈夫ですあこれも大丈夫ですねあこれ大丈夫ですか、うん、はいじゃあ次ほら、うん、時期も、うん、なんだろうね微妙だねえどこがですかあなんだろうアンニュイというか、うん、でもすっきりしてね髪とかもねえ眉毛もちょっと太くなってあ本当だ、うん、ちょっとねちょっとうん、うんなんだろうな。なんかちょっと定まってない感じはある、ね。そうだよね。うん。この時期なんかこうなんかふわっとしてる感じや、ね。ふわっとしてる。うん、そんな時期かも、ね。はい。じゃあ次お願いします。はい。次行きたい。あ来た。おお海。チャラーイ。海の海。マジチャラいね。チャラいですね。チャラいね。かっこいいけどね。ちょっとチャラさありますね。モンチッチ時代。モンチッチ時代って言われる時代ですね。はい。これはこれ何の時ですかね。これもあれかな。ツアーの合間にダンサーさんだったりとか、スタッフの方とこう合間に海に行ってみたいな。うんかもしれないですね。ねえショットですね。これどこの海ですかね。どこの海なんですかね。うん、まあ次行きましょうか。次行きましょう。はい。うん、ああなんか尖ってますね。名古屋ですねこれ。名古屋。はい。よくあの手羽先をみんなでこう食すっていうのが、はいはい、名古屋に。風来坊ですね。風来坊。はい。
懐かしいな、やっぱ名古屋といえば手羽先、うん、まあ今も変わんないですね、手羽先は必ず、今も名古屋行ったら、うん、行きますね、食べたくなりますね、はい、変わらず好きです。ケタさん何かないですか。はい、何かなんすかね、なんかないですかね、映ってしまったか、何の顔なんやろうなこれ、どういう何とも言えない気持ちよさそうな顔してます、そうですね、気持ちよさそうな、はい、続いて、はい、はい、あ、名古屋ですかね、押すって書いてある、オースマップ、これ何コンセプトは、これ何ですか、これなんでしょうね、やばい なんでこうなったんですかね、それこっちが聞きたいですね、これね、この時代多分俺やばいと思うな、ってこと、いや、もうこれやばくない、この感じ、あ、ファッションファッションの感じやばくない、あ、まあ俺もなかなかないけどね、俺こういう時期あったもんあったもん、なあ、いや、痛くねえちょっとね、公開処刑感あるよねありますね、ちょっとやめてほしい、次行きましょう、ね、次行きましょう、もし、ね、はい、次行きたかったら次行ってくださいね、はい、はい、はい、なんかある？次かな、次かな、次行っちゃうんすかこれ、うん、ちょっといいんでしょ、リーダーズの方ストップってあってもね、うん、まあでも音ね作り始めるよ、ね、うな、ね、まあまあまあだいぶ前から作り始めてましたけど、移動中もとかもこうやって結構やったりとか、うん、そうね、うん、確かに懐かしいなこのパソコン、うん、次行きましょうか、はい、次お願いします、お、レスキューかオレンジが、はい、あれ？これはね、いつですか？あれ何の衣装やったっけ？年末ライブ、こんなんあったわ。年末ライブか。年末ライブやった気がしますね。年末ライブ。年末ライブ。はい、これはわかる、わかるね。リーダーズの方もちょっとわかんなそうよね。そう、あ、これはすごいね。よくこの写真見つけたな。正解すげえ気になっちゃいますもん ね、 そうすね、スタッフさん教えてください、これいつの何の時の写真ですか。でもアンフィだよって、アンフィシアト年末ライブだよ、2000、そうやんね、2012、あ、そうです、そう、うん、絶対そうみたいな、ああ、うん、そう、ああ、でも3人の時やけんね、うん、そっか、攻めてますね、うん、オレンジの感じ、そうだね、うん、と言いますね、はい、はい、懐かしいの、はい、はい、じゃあ次お願いします。あ、ソロのね、そうですね、ソロ、はい、はい、僕が完成した瞬間ですね、あ、ここで、はい、ここで、はい、2012年の年末に完成したんですねなるほど、はい、はい、MC 中のシーンですかね、そうですね、はい、はい、さあ、じゃあ次お願いします、次、うん、うん、あ、これは多分同じ時期の感じですね、衣装が、はい、ですね、うん、もうこれ見ただけで何の曲とかわかるんですか。これはおかしいな。これはちょっと特徴がなさすぎますね。動きにも。これリーダーズの方分かったらすごいですね。いや、すごいっすね。分かるじゃないですかこれ。え？でも二人とも胸に手を当てるような感じで。なんだなんだ。なんだ？さっきやアップターン。アップターン。おお、やってくるの。おお。ここそこのそこ、これのそこかな、多分アップターンやと思うけど、桜よ、桜言ってますよ、桜、すごいな、桜あるかもね、あっ、あるかも、この前、あそこ細かそこの前、はい、の説が有力分かるもんやから、桜っぽいですね、はい、確かに、一応そうしときましょうかね、はい、じゃあ次お願いします、表情が桜、表情でも分かるの、はい、これ今何を言っているところなの何を言ってるところですかね、うん、I have a pen のやった、何でやりましたそれ、携帯から生まれましたからねあれあそうか、これだから2012年の年末とか言ってたから、はい、あそっか、そこで生まれたんだ、そうなんですよなるほど、はい、で小坂さん見ててみたいな、小坂さんそういうことかなるほどね、はいはい、はい、じゃあ続いてのはい、お願いします、お願いします、あ、うん、これ思い出ブレーカー、思い出ブレーカーシングルの、うん、そうなんですね、うん、ちょっと黒髪にしてみた時ですね、うん、うん、じゃあ続いての写真ですかね、はい、お願いします、はい、同じく、同じく、
テーマがジェームズ・ディーンがテーマでね。あ、そうだったんですね。はい、うん、やってて髪型をじゃあ次。はい、うん、うん、次好き。ちょっとシックなね感じがね、うん、ちょっとこうレトロなね、はい、テーマね。これ好き、この衣装好きっていうのもすごい多いですね。ああ、嬉しいですね。かっこいい、かっこいいな、スーツ似合う。レトロな、ちょっとモダンな感じ。ああ、もうスーツ大好き。ああ、スーツまた見たい、すごい。お、来てますよ。ちょ、挑戦やった。皆さんの意見がね。スーツ姿好きな人、ああ、いらっしゃいますので。あら、どうですか、ね、今後。そうなんですね。またね、ぜひ。はい。はい、じゃ続いてお願いします。はい。ああ、これがこれまた完成上がりました。スーツ、やっぱスーツかっこいい。去年、一昨年のツアーの、うん、マスタープランか、マスタープランの、うんうん、あれですね、あのパンフレット、はい、でしたね。うん、なんだっけ、これあの映画の007をテーマに、うんうんうん、裏テーマにこう撮影してった感じですね。毎回そういう裏テーマがあるんですね、はい、そうですね、うん、じゃ続いての写真ですね、はい、続いてお願いします。はい、これはあ、うん、アルバム雑誌ショーケース、去年リリースして、ね、うん、過去最高の、順位をいただいた雑誌ショーケースの撮影風景ですかね。うん、うん、かっこいいでしかない、うん、いい写真です、ね、これ神、うん、これは神、ありがとうございます。ピックリマーク18個ぐらいつけて、18個ぐらい、これ神、神なんですよ。超神ですね、それは。嬉しいですね。はい、ね、ミラーボールになりたい、ね、ミラーボールになりたい、はあ、ね、まあもう比較的最近の写真ですね。そうですね、はい、はい、じゃあもう徐々に徐々に距離も少なくなってます、ね、近づいてきましたね。はい、じゃあ次の写真は、はい、の、あ、それの雑誌ショーケースの時の、はい、アキラですね、うん、かなり髪明るいね、この時ね。そうですね、金髪流行ってましたね、僕の中でブーム。結構長かったよね、うん、ね、あのまとまるんすよ。でもあの、そうなんですね、うん、髪があの色素がなくなってすごい作りやすくて金髪にしてたんですけど、うんうん、もう一個ちゃんとした理由があって、はい、あの家のフローリングが結構こう薄い、はい、薄いこう木のフローリングなんですけども、うん、あの髪の毛落ちると目立つんすよ、うん、黒い色が、うんうん、だから金髪にしたんですね。理由、2つ目の理由、それですか。あの掃除するのめんどくせえなって。でも結果あるってことですよね。そうです、目立った方が分かりやすくていいんじゃないですか。でなんか目立つの嫌だなと思って。なるほど、はい、新しい理由、そういうちょっとなかなか聞けないエピソードありがとうございますね、はい、そうなんですよ、さすがっすね、さすがっす、うん、はい、じゃあ続いて、はい、はい、あ、いいピース、うん、いいピースにいいとかちょっとね、中指をね、中指ちょっとアレンジを入れたやつをね、この時ちょっとこうピース、このピース流行ってましたけどさ、中で、はい、今はどういうピースになったんですか。今ですか、はい、ちょっとやってみて、今ですか、今の、うん、両手で、両手で、両手で、うん、両手で、うん、はい、今ウィンズさんのやつ、ウィンズさんのハンドサイン、ウィンズさんここへ来て今流行ってるんですね、じゃあね、来ましたね、はい、先輩のこういうだから、そう、ピース一つ取ってもね、いろいろ変わってくる、時代が出ますね、はい、はい、さあじゃあ続いて、はい、レッツゴー、はい、あー、おー、バック、うん、はいはいはい、かわいい、うん、あの、かわいいね、うん、鼻がいい、鼻がいい、鼻が好き、あ、じゃあ次いいね、はい、つるんとしててね、うん、あ、もう、もうだいぶ、うん、東京フィーバー、今年っすね。あ、もう、はい、東京フィーバー、3月にリリースした東京フィーバーの、はい、うん、写真だ。はい。はい、ねえ、いやー、こう見ると本当いろんなことがありましたね。うん。確かに。なんかもうまとめに入ってますね。まだあるかもしれない。これはこれ最後ですか？これ最後？これ私誰に聞いてんのこれ？まだありますか？あ、まだあります。はい。これ一番最近のやつじゃないですか？はい、じゃあこれが最後かな？はい、これはもうシングル、はい、Beautiful Day、そうですね、Beautiful Day、まあ、はい、8月23日にリリースするんですけど、はい、そのと、はい、そのジャケ写ですね、へえ、はい、どうし、ことでございまして、うん、はい、まあ大急ぎで、はい、ちょっと振り返りましたけど、どうですか、ね、振り返ってみて、いやー、なんか恥ずかしかったですね、恥ずかしい、はい、うん、まあその当時当時で多分まあ必死になんていうんですか、なんかこう表現してたとは思うんですけど、うん、
やっぱり恥ずかしいですね。はい、やっぱこう若くしてデビューしたがゆえに、はい、ちょっとまあいろんなこういろんな時期があったなと改めて、うん、こうツンツン周りに、うん、味方だったりとか仲間なはずなのに、うん、仲間だと思っていろいろこう良かれと思ってやってくれてた周りの方に対して、うん、やっぱこう結構、うん、あったと思うんですよ。そうだね、うん、はい、反抗期がこの仕事のところで出ちゃうみたいな、うん、そうそうそう、あったなと思いますね。へー、はい、ありました。そうしたか。いや意外と全然覚えてないなと思ったんですけど、みんなの方が覚えてたりとか、うん、まあでも今を生きるけんもうしょうがないかと、うん、なるほど、しょうがない、うん、はい、うん、まあその時その時にまあ全力で多分ね、うん、生きてたと思うんで、うん、大丈夫、これからもね、うん、じゃ今を生きようと、うん、ありがとうございます。はい、もう拍手をしたら名言になりますから。そうそうそう、はい、今でもね、全てがねこう経験で、はい、このことがあって今があるということでございますから、全てがあってなんで、そして最後ねお写真もありましたけれども、未来のお話、はいはい、ここでさせていただきたいと思います。ニューシングル、はい、ビューティフルデイが8月23日にリリースされるのです。ありがとうございます。ありがとうございます。15周年ね、もう一発目でございますので、こちら、はい、はい、このニューシングルについて、はい、お伺いしたいと思いますけれども、はい、はい、まあ、どのようなコンセプトの楽曲になってますか。まあ、本当にこう15周年を迎えての第1弾の、まあ、シングルとして、まあ、皆さんに聴いてほしいなと思うんですけど、まあ、そのこれまでとリードのこれまでとこれからをこうギュッと詰め込んだ曲になってて、まあ、自分たちのねその思いがこう詰まった曲になってます。実際自分たちでまあ歌詞も書きましたし、はい、でこう普段こうねファンに対して思っていることだったりとかも割とこう書いてあったり、うんうん、本当になんだろうな、こうみんなが自分たちのパフォーマンスやその音楽を聴いてこう楽しんでもらった時に見せてくれる笑顔を見て、僕たちはなんかそのステージに今立っているんだ、うん、みんなが俺たちに夢を見せてくれてるんだなっていう、そういう思いだったりとか、だからこそ今後はいや俺たちがもっともっと輝いてみんなをなんかこう引っ張っていくよ、支えるよっていうそういう思いも、まあ、込めながら書きましたね、うん、はい、うーん、というこれだから、うん、ライブでもね昨日ね、うん、やられてるんですもんね、はい、そうですね、まあ、昨日初めて聞いた方もたくさんいたと思うんですけど、うんうん、まあ、初めてにもかかわらず結構こうみんな手上げて盛り上がってくれたりとか、うん、はい、まあ、ここからまあたくさんいろいろリリース記念イベントだったりとか、うん、もちろんまあツアーでもやりますし、そこでいろんな方にこう届けられたらなと思いますね、うん、直で、はい、うん、素敵でした。いつも支えてもらってるよ。いやー、こちらこそ。お互いに同じ気持ちって素晴らしいと思う。はい、嬉しいですね。本当に嬉しいです。まあそのリードをね知らない方がこの Beautiful Day 聞いた時は、なんかこうなんていうんですかね、こう自分の大切な人をこう思い浮かべて聞いてもらえたらすごいこう当てはまる部分がたくさんあるかなという思いもね同時に込めているのでね、本当に一人でも多くの方にこの Beautiful Day は聞いてほしいなと思ってますね。はい。はい、はい、ね、ケイトさんからもこの曲について。いや、本当に、大切な人、一人には絶対必ず一人ね、絶対大切な人いると思うんですけど、うん、そういう人がより大切に思えるような、うん、とか言いつつ昨日まあね、うん、初めて見るね、うん、人もたくさんいたと思うんですよ、うん、でちょっと歌詞を思いっきり間違えまして、ケタさんが出だし僕で、出だし思いっきり間違えて、うん、でタイトルから始まる曲なんだけどね、とっさに、うん、みんなだからほぼ初めてなのにマイクを振ってしまったんですよ。知らねえよってね。まだね覚えてないから。メロディー知らんし、みんな星もそう知らない状態優しいからみんなこう、うん、みたいな感じはあるんですけど、けどそうでもすごくうろ覚えようみたいな。ごめんごめんみたいな雰囲気がありましたね。もうどうしようってなりました。やった、はい、あったかいなぁ。ラジオとかに流れたやつを記憶をたどり頼りに何か歌ってあげようみたいなね。そうそうそう、めっちゃあったかいじゃないですかそのエピソード。すごい優しさがねねえ、もう昨日お風呂入りながら思い出しても優しいと思って、優しかったなと思って。
はい、そんな素敵なねエピソードもあったということでございまして、はい、こちらね、8月23日リリースでございまして、はい、通常版と初回限定版 ABC の、4形態での、はい、リリースとなっておりますのでね、はい、よろしくお願いします。そしてなんかコメントでミュージックビデオすごい良かったっていう話あったんですけど、ありがとうございます。ライブの後に流れたんですよね。そうですよ、うん、だ見てない方も結構まあね、はい、ニコラ見てる方とかでも多分いらっしゃると思うんですけど、はい、どんなミュージックビデオなんですか。もう今回は結構自然というか、もう歌詞とかもこうなるべく自分たちのこう普段使うような言葉をこうシンプルに入れていった感じなので、はい、そのミュージックビデオのイメージもこう空だったりとかこう自然の緑だったりとかそういうのをこう基調にした、優しい爽やかな、でもこうメッセージは力強いみたいな、そんなミュージックビデオになってるかなと。はい、昨日ねちょうどライブ終わった後に初めてこうミュージックビデオ流して、うん、その時に初めてそのみんなの反応、今言いましたけど、ね、言ったの、ボケなのか本気なのかちょっと分かりづらかったですね。その流れで今本気本気だったそうそうそうなんだけどね、聞いてたコメント見てたから、ね、かいいんですよいいんですよ。じゃあでも、はい、今回あの濡れ場、濡れ場、ちょっと待って聞き取れないぞそれは。チョイス見てない人からしたら濡れ場って、ちょっと待って立ち上がっちゃったから、濡れ場があるじゃないか、ビューリボーデイって言ってるのよ、濡れ場、濡れ場、濡れ場があるじゃないか、爽やかな感じなのに、じゃあ濡れてるとこがあるんですよ、うん、ですね、濡れてる場所、濡れてる場所は、はい、がびっくりしたのとこで結構わーって湧いてたんで、なるほど、結構はい、結構そこもいいのかなと思いますね。はい、いや本当に最高でした、ミュージックビデオ最高でした、すげー来てますので、嬉しいですね。本当だと普通ニコ生とかこういうのここでかかったりするんだけどね、今日かかんないんだねこれね、今日ね、ちょっと、はい、そうなんだそうなんだそうなんだ、かからないのかけたい気持ちはいっぱいなんですね、いっぱいあるんですけどね、ここはね皆さん楽しみにどんどん楽しみをね、はい、増やしていただいて、はい、リリースをね、はい、待っていただければと思いますので、はい、よろしくお願いします、はい、それからね、初回生産版には発売記念フリーライブ参加券などもね、はい、封入されておりますので、はい、こちらも詳細は後日ということでございますので、はい、各地もあります、はい、楽しみにしてください、はい、さあということでございまして、はい、ちょっとメール全然紹介できてなかったから、あら確かにやばいな、これちょっといつちょっといつか2通かちょっと行きましょう、行きましょうよ、行きましょう、ちょっとうわすごい長文も来てると、あじゃあケイタさん読んでみますか、行きますか、はい、リードの皆さん15周年おめでとうございます、はい、何事においても15年続けるということは大変なことだと思いますが、3人にとってこの15年を一言で表すとどんな15年でしたか、ぜひ教えてください。一言で表すと難しいかもしれないけど、はい、東京都女性からいただきましたそう読まなくていいね、女性だと、ね、ハンドルネーム読んであげてください、はい、あピカピカさんボケかと思った、いやボケやちょピカピカさん、ニックネームピカピカさん、15年一言、はい、これちょっと難しいな、15年一言考えていただいてね、一言か、考えてる間に1個ご紹介しようか、あ、はい、あそれいいですね、はい、考えてる間にちょっと短めのやつをね、はい、はい、こちら、神奈川県の女性ゆかりさんからいただきました、はい、リード15周年おめでとうございます、ありがとうございます、19日30日のアニバーサリーのライブ本当にお疲れ様でした、あのボリュームをノンストップでやりきっちゃうリードすごい、まっすぐな気持ちに届いてきました、リードにしかできないライブだと思います、涙耐える場面もあったけど歌って踊って本当に楽しかった、最高の時間を一緒に過ごせたことを一生忘れられない思い出です、本当にありがとう、ありがとう、こちらこそですよ、ありがとうございます、ありがとうございます、うん、まあ15周年、はい、一言では本当に表せないぐらいたくさんの出来事もあったんですけど、うん、まあ長いようであっという間だったし、あっという間のようで長かったなと思います、やっぱりこう振り返るとすごい今みたいにね、記憶にないような写真が出てきたりとかするんですよ、うん、でも過ごしてきたなって感じるのはなんかあっという間だなっていう思いですね、うん、はい、はい、一言ではなかったですね、一言ではなかった、伝えない一言じゃ無理ですよね、はい、そうですね、うん、浮き沈み、あ一言で言うと、はい、うん、そうですね、やっぱ僕らがこうメンバー内でバラバラになってるとそれはそれで結果に現れるし、うん、ちゃんとこう合致してれば、伝わるものも伝わって本当にみんながこうなんか僕たちに向いていろんな言葉をかけてくれたりとか
音楽を聴いてくれたりとかライブに来てくれたりとか、それがもう顕著に現れるなと、うんうん、そういう意味で浮き沈み、浮き沈みがあってでも心強い皆さんがねいてくれたからっていうね、はい、いや本当です、ありますね、はい、ケトさん一言で言うと15年をはい一言というか、まあ、一文字ひとおさらにハードル上げて、はい、すげえ、はい、今ですはあほう、はい、なるほど、まあ、あのずっとこう、まあ、今の連続でずっとこう続、うん、今がつながって続い15年経ってるとは思うんで、うん、その、うん、この今っていう瞬間があるからみんなとこう出会えているし、みんなにとってもいろんな今があったと思うんですけど、うんうん、リードとあのライブで一緒に楽しんだり歌ったり踊ったりする、うん、今もあったり、うん、時にはまあ辛いね、うんうん、反応には辛い今もあったやろうし、うん、そういうのもそうだよね、すべての今があって、うん、いろんな今があって、この15年、7月31日という今日の今があることが、本当に嬉しいですね、うんはい、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、素敵なお話いただきましたが、あっという間に、はい、もう間もなくもう1時間ぐらい経っちゃうということでございまして、はい、ですね、エンディングのお時間と、はい、いうことに、なってしまったわけでございまして、まあ、この後、はい、ニコニコをご覧の皆さんはプレミアム会員限定のおまけコーナーもあったりするわけでございますけれども、はいはい、まあ、本編の方はね、そしてこのイベントの方は間もなくエンディングということでございますが、はい、じゃあ、まあ、今の、ね、お話していただいたものとちょっと被ってしまうかもしれませんけれども、うん、改めて、はい、ファンの皆さんに向けてメッセージいただければと思いますので、はい、じゃあせっかくですから、じゃあ一人ずつ、はい、じゃあこちらにちょっと立っていただいて、おい、ちょっとハードルも上がる形になりますけれども、はい、そんな可愛いリアクション、はい、もうどなたからでもいいんですけれどもね、じゃあ行きましょうか、はいはい、よし、ですね、まあ今日が7月31日、まあ、リードのデビュー日で、まあ、リードの15社員の誕生日ということでね、まあお集まりの皆さんもいらっしゃいますし、まあニコ生を見ている方でリードカフェでね、映像を見ている方もいらっしゃると思いますが、まあ今日はこういうイベントだし、ニコニコ生放送でね皆さんにお届けしてますけど、来年の今俺は何かしてえなと思ってます。それに向けてね、まあいろいろ積み重ねていきたいなとは思うんですけども、まあとにかくね、まあリードとしてねやるべきことをやって、でこれまで支えてくれた皆さんにこう感謝の思いを、伝えて恩返しもしながら、この先ずっとリード頑張っていきたいなと思っているので、まあ、20周年迎えた時は僕は33歳ですけど、まだ33歳なので、もっともっとね、頑張っていきたいなと思います。これからもよろしくお願いします。ありがとうございます。どちらでも大丈夫です。はい、いや、なんやこれ何どうしようかな、うん、はあ、15年無事に、ここまで来ることができました。それは本当に、みんな一人一人、今日ねここにいるみんな、ステ画面のみんな、全国のみんな、世界のみんなのおかげです。本当にまさかね15年やれるとは本当は思ってなかったですね、正直。諦めようと思った時期もあったけども、それでもやり続けることに絶対に、幸せがあると思って今もやり続けているし、でもその今はね頑張り続けているのはみんなが日々ね応援してくれたりとか、それはコメントであったりとか、そういう些細なことなんですけど、そういう積み重ねです。
なんで？なんで？積み重ねで、僕のね、力になっているんで、本当に感謝してます。これからも、もう来年30ですけど、男は30からって言うんで、立派な大人にこれからもなっていきたいなと思います。皆さんと一緒に楽しい思い出をこれからも作っていきましょう。ハッピネス、ありがとうございます。ありがとうございます。動きよ。はい、はい、では最後にシアです。今日で、真夏のマジックでデビューして丸15年、ということで、本当にいろんなことがあって、でもすごく、特にヒロキが抜けてから4年4ヶ月が本当にあっという間に感じるというのも、そうやって頑張れる、場を、作ってくれた周りの、ファンだったり、関係者のみんなだったり仲間だったり、たくさんの人がそこには携わってますけども、本当に、こういう場があるから、もっと頑張ろうって思えたりとか、いろんな夢を見たりとか、してきて、必死な分すごく、たくさん必死な分すごく感じてますけど、こう思い返すとすごく濃厚で、大変なこともあって、なんすかね、こうどうしたらいいのかなみたいな、悩んだりとか迷う時もたくさんあったんですけど、まあケイタもさっき言ってたように、その今をこう乗り越えられたのは周りの人のおかげだなと、改めて感じます。まあ、その恩返しと言いますか、もちろんもう自分がやりたいことも、いっぱいあるし、それぞれあるんで、それを一つ一つ、目標を、立てて、そこに近づくために、進んでいくのみだなと。あくまで15周年つっても通過点なので、ここからまだまだ、リードなりの音楽だったり、音楽に限らず、作品、舞台だったりとか、いろんなものを届けていけたらなと思っています。これからもよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。もうリードさんに出会えて本当に良かったと。いや、皆さんがいるから今私たちも生きていけるって、こうコメントがねすっごい来てるんです。はい、嬉しい。はい、ありがとうございます。ありがとう、聞いてくれた方もありがとうございます。はい、ということで、残念ながらニコニコ生放送の方は、はい、今本編これで終了、イベントも終了ということになりまして、この後プレミアム会員限定コーナーもありますので、そちらもご覧いただければと思います。はい、ということで、以上になりますけども、改めましてリードさん15周年おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。ニコニコは一旦お別れになります。ありがとうございました。よろしくお願いします。よろしく。